どうもビレジェンド上谷です。本日はですね、また新しい商品を紹介したいと思います。ご覧ください。じゃじゃん、わかりますかね。ビレジェンドのこっちか。ん？こうか。ビレジェンドのトレーニンググローブでございます。はい。ということで、まあ、いつもね、僕はトレーニンググローブをはめてやるんですが、まあ、このね、豆が、まあ、僕も全然豆ないですけれども、まあ、豆ができてるっていうのは一つのこうトレーニーのこう、ね、勲章でもあるかなと思うんですが、僕はここ結構ね、もうゴツゴツして手が、まあ、痛くなったりね、あの豆がこう潰れちゃったりすることもあるので、いつも僕はトレーニンググローブを使ってます。で、ただトレーニンググローブにもいろんなタイプがあってね、僕が重要視しているポイントを置いている点は何かというと、まずあの洗えること、洗濯機に掘り込んで洗えるっていうのがすごく大事で、でこの新しいビーレジェンドトレーニンググローブは、まあ本当このね、なんていうか、こうメッシュになっててね、あのもうそのまま洗濯機にポイッと掘り込んで洗えます。で、まあご覧の通りビーレジェンドのロゴが入っていて、ここが、マジックテープになっててね、でこうはめます、こうちょちょちょ、こういう感じではめます。ではめると指先が出ます。そしてこうね、ちょっとこう、キュッと締めます。少しこうね、圧迫があります。で、指先が空いてるので、こうダンベルとかね、これダンベルとかを扱うときに、もう全部指がね、グローブで、なんていうかな、もう 全指があるやつだよりも、やはり僕はね、こう指の引っ掛けとかね、例えばワンハンドローとか、あるいはサイドレーズなんかするときでも、結構指のこの引っ掛かりをね、感じながらやりたいところがあったりするので、あとまあスマホを触ったりとかね、するときなんかも指が出ているのがいいかなと思います。なので、この指先がないやつで、かつここの当たる部分ですね、こうグリップを握り込む、力の当たる部分がパッドがついていて強化されてます。手の平のこの付け根とか指の付け根とかが強化されています。なので、まあそういうね、クッションもあって、こう手も痛くならずに、そして、指が空いていて、こう細かい作業なんかもグローブしたまんまでできて、で、このベルトでこうちょっと締めてあげることで、手首ね、若干圧迫させることで、こう締まった感出ます。はい。こんな感じです。つけてみると。ウィッシュ。こうか、こうか。ね、こんな感じです。で、こう取るときね、こうね、指をね、こういう感じで取ってもらうと脱げます。はい。ということで、このね、ビーレジェンドグローブ、また新発売になりますので、概要欄の方に URL 貼ってあるので、ぜひ一度チェックしてみてください。トレーニング、まあ一回買ったらね、まあ1年とかぐらいは全然使えるんじゃないかなと思うので、もうおすすめです。ぜひ、この機会に皆さんトレーニングは、ビーレジェンドトレーニンググローブでやってみてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。